仕分けてるというかになります。ちょっと近くで見てみます。作りなので、これが全部いて、先ほども言いましたように3400パですね。これがですね、大体、僕らは卵を産むまでに150から160日かけて、じっくり時間をかけて育てます。ブロイラーとかだと3ヶ月ぐらいなんで90日ぐらいで大きくしてしまうんですけど、卵を産む場合は採卵系という鶏になる育て方になるので、じっくり時間かけないと毎日卵を産むので体が痩せてもいけないので、じっくり健康で丈夫な鶏を育てる時間をつけさせてもらってます。はい、こちらがモミジという品種になります。